海洋部位問題で中国の巧妙さ全く関係のない沖の鳥島を岩とつなげてくる危険 APEC 首脳会議で訴えよ中国が沖縄県尖閣諸島周辺の日本の排他的経済水域 EEZ 内に無断で設置した海洋部位について国会で議論になっています1日の参院予算委員会で 日本維新の会の東徹氏は、中国に求めても撤去しなかった場合、日本独自で撤去すべきだと主張しました。上川陽子外相は、国連海洋法条約には明文規定がないと答弁し、慎重姿勢を示しました。中国の部位は、尖閣の北西約80キロにあります。中国は一方的に尖閣の領有権を主張しています。 そもそも日中ともに批准する国連海洋法条約では EEZ 内に構造物を設置する場合、沿岸国の同意が必要としています。松野博一官房長官は9月19日の記者会見で国連海洋法条約の関連規定に反する、速やかに外交ルートを通じて中国側に抗議し部位の即時撤去を求めたと述べましたが中国は動きません。 中国が設置した海上構造物については前例があります。フィリピンは9月末、中国が南シナ海のスカボロー章に勝手に設置した浮遊障壁を撤去しました。日本の姿勢とは対照的で、なぜフィリピンは動き、日本は動かないのかと批判されています。私も当初、岸田文雄政権の弱腰ゆえかといぶかしんだのですが、 関係者を取材すると中国の巧妙な大手飛車取り戦略が見えてきました。まず、スカボロー賞は中国も領土、領海を主張していますが、オランダ・ハーグの常設仲裁裁判所は2016年、中国が主張する主権や管轄権には国際法上の根拠はないと断じました。スカボロー賞について領有権判断はせず、島ではなく岩だとしたのです。 それゆえ、フィリピンは、自国領海内だとして、浮遊障壁を撤去したわけです。この判断を引用して、日本が海洋部位を撤去した場合、中国はどういったカウンターを仕掛けてくるでしょうか。例えば、スカボロー賞が岩という判断を流用する以上、沖ノ鳥島、カッ東京都、もう島ではなく岩だろうと主張してきてもおかしくありません。 沖ノ鳥島に関して中国は岩であると主張して40万平米にも及ぶ日本の EEZ 内に疑問を呈しています。我々からすれば尖閣沖の部位と沖ノ鳥島は全く関係のない話ですがフィリピンの事例をことさらに持ち出すとこれらをつなげてしまう危険性をはらむのです。外省の慎重姿勢も理解できます。 かといって何もしなければ中国の主張に沿った既成事実を喧伝されてしまいます。では何ができるのか。まずはそもそも設置すること自体が国際法違反と国際社会に訴えることが必要でしょう。日本は黙っていないという意思を示すのです。折しも APEC アジア太平洋経済協力会議首脳会議のタイミングです。 中国側への直談判に加え、第三国へのアピールも積極的に行う必要があります。首脳外交の見せどころです、総理。飯田浩司、1981年、神奈川県生まれ。2004年、横浜国立大学卒業後、日本放送にアナウンサーとして入社。ニュース番組のパーソナリティとして、 政治、経済から国際問題まで取材する。現在、飯田工事の、オーケー工事アップ。月曜から金曜、朝6時から8時を担当。趣味は野球観戦、各個阪神ファン。鉄道、飛行機鑑賞競馬、読書など。上川陽子外相が、総裁選候補に急浮上。 その理由と初の女性首相への展望は岸田内閣の支持率が急落する中高市さなえ担当大臣が勉強会を主催し青山茂春参院議員が総裁選出馬を宣言するなどポスト岸田とも取れる動きが連日報じられている来年の総裁選に向けた駆け引きと見るほか 人気途中の総辞職まで可能性があるのではないかとの観測もあり、今後このような動きが内閣支持率の推移を睨みながら緩やかに進むだろう。次期総裁選の話題では、いわゆる小石川連合と呼ばれる小泉進次郎元環境省、石橋茂元幹事長、河野太郎デジタル大臣の名前が上るほか、西村康俊経産大臣と、 高市さなえ担当大臣を入れた5人が当面の候補と呼ばれているが、これに加えて最近の長田町ではどこからともなく上川陽子首相待望論が取り沙汰されるようになってきた。筆者はこの上川陽子首相待望論を注目しており、今回は初の女性首相候補としてはまだまだダークホース扱いでもあるこの首相待望論を論ずる。 上川外相の経歴。上川外相は東大国際関係論を卒業後、三菱総合研究所研究員を経て、ハーバード大学ケネディスクールで政治行政学修士号を取得。米上院議員の政策立案スタッフを務め、帰国後は政策コンサルタント会社を設立するなど、特に国際派の政策通で知られている。 政界への初挑戦は1996年小選挙区制初となる第41回衆議院議員総選挙に静岡一区で出馬し落選するも2000年の第42回衆議院議員総選挙にて初当選以来比例復活や落選も経験しつつ現在までに当選7回を数える閣僚としては異例となる 三度当番となった法務大臣のほか、公文書管理担当大臣、内閣府特命担当大臣などを歴任し、現在は外交を重視する岸田政権のもと外務大臣を務めている。公文書管理担当大臣としては、公文書管理法の制定に尽力したほか、法務大臣時代の2018年には、オウム審理教の裁判で死刑が確定した、 死刑囚13名の死刑執行を命じたことで知られ、このことから法務大臣退任後も警護が必要とされる終身警護対象者であるとされている。上川外相の長田町での評判。長田町で上川首相待望論が支持される理由には、上川大臣の人となりもあるだろう。 上川氏は、丁寧な言葉遣いと配慮、そして、こまめな対応で知られている。自民党内でも、急な公務で上川さんの選挙区に入ることになり、事前に連絡もできずにいたが、公務を終えて東京に着く前にはお礼の電話があった。中堅議員。選挙の時に上川さんに応援に来ていただいたが、選挙区事情などの事前リサーチがしっかりしていて、そのせいか、応援の演説も、 滑らかな語り口の中に説得力や力強さもあり支援者の評判がすこぶるよかった。かっこ若手議員。他の総裁選候補と異なりコミュニケーションが丁寧であり明らかな敵がいないのが一番の強み。かっこ閣僚経験者との声が聞こえる。また国際派と評される上川外相は現在ロシアによるウクライナ侵攻や イスラエルとパレスチナの紛争という国際情勢の緊迫化に対応しているが、11月の衆議院安全保障委員会では、与党筆頭理事の小泉進次郎元環境相が、外務大臣の委員会出席は答弁を求められたときのみにするという提案を行い、野党側も受け入れるなど、上川外相への期待から党派を超えた一定の配慮がうかがえる。 上川首相待望論はどこから生まれ本人はどう答えたか。上川首相待望論の発生源は不明だが、少なくとも今年夏頃からその声は聞こえ始めていた。今年6月13日には、故北村誠悟前衆議院議員の国会における追悼演説が衆議院で行われ、故北村議員と当選同期であり、同じ会派、 21世紀クラブメンバーでもあり、さらに同じクリスチャンという共通点もあった上川衆院議員が演説を行い、高い評価を得た。そして今年9月の内閣改造では、林義正外相を留任せず、上川元法相を外相として抜擢したことが、上川氏の安定性を首相が評価しているとの見立てが強まる要因となった。7月20日には産経新聞が、 女性首相候補に変化注目は小渕氏や上川氏との記事を配信している9月の内閣改造では女性閣僚が5人登用されるというこれまでにない女性積極登用の人事だったが組閣後に複数の女性閣僚に関する政治スキャンダルが飛び出したもののかねてから大臣を複数回経験している上川外相にはそのような習分は聞こえず 安定性の評価は与野党でも折り紙付きと言えるそのような中で、G7 外相会合などを終えた上川外相に対する産経新聞のインタビューにおいて、自民党内には将来の上川首相待望論がある、首相総裁を目指すかとの問いがあり、上川氏は、このポストが欲しいと言ったこと一度もなく、巡り合わせだと考えてきた。 今回の外相も想像をしていなかった。そのポジションでやるべきことを開拓していく力がない限りは、どこに行ったとしても力を発揮できないし、役割も半減してしまう。いかなる立場であったとしても、その任務に当たる場合にはベストを尽くす。と述べている。積極的な発言こそないものの、否定するわけでもなく、また謙虚な姿勢を評価する声が、与党内では聞こえている。